次4ステージ目英雄の心は英雄が知る。小牧長久手の激戦を終えた秀吉は家康と講和した。仲直り。最大の脅威が去った秀吉はいよいよ天下統一に向けて本格的に動き始める。秀吉はたびたび自分の背後を脅かしてきた四国の長宗我部元親に狙いを定めた。秀吉は心中した中国の大大名毛利家に出兵を要請。じわじわと元親に対して圧力をかけていった。小少将天下統一の将四国征伐。じゃあガラシャも出てくるかな。どうしよっかな。ヤンキーと清正。バカの面倒見てやるか。ヤンキーと清正で。長宗我部元親は再三の降伏勧告を拒否しております。秀吉様ご決断を。わっとる。衝突は避けられんな。天下統一に向けた戦、四国の地から始めるで。おお、高影殿。高影久しぶりだな。この四国討伐、毛利にも頑張ってもらわねばの。お任せください。おしゃれな髪型してるね。徳川の遠兵として来た。お前のそばにいると昔を思い出す。長政様。え、それだけ？あれが秀吉の子外か。あ、違うわ。びっくりした。彼らは今後陣営の支柱になっていくだろう。だが仲が良いほど一度亀裂が入ればたやすいもの。仮に俺が敵だとしたら彼らを疑心暗鬼に陥らせるだろうな。ひび割れた。こたびの遠征には東道高虎が来ているな。何やら義継と親しげに話していたが。高虎は徳川陣営を代表して遠征に参加している。義継と話していても何も問題はないと思うが。清正、あの高虎というのはかなりの切れ者だ。味方となれば頼もしいが、敵とならば。まだ徳川を目の敵にしているのか。今は俺たちの味方だ。そんな態度は慎めよ。失礼した。俺はお前ほど徳川びいきではないのだな。変な空気になってきた。そんな言い方はないだろうか。勝手にしろ。あら、喧嘩しちゃった。どうした、また清正とやり合ったのか。そんなつもりはなかった。俺はただ前にも言ったが、お前は時に傲慢に見える。このままの状態が続けばお前は友を失うだろう。義継、俺はどうすればいい。俺は友を失いたくない。義継の前だとそういうことを弱くなっちゃう。三つ素直に言えばいい。だがお前は言えぬのだろうな。最後まで身支度。武器武器。うまっ。オッケー、戦闘開始。さあ
新しいマップかな。あ、そうでもないな。多分一回来たな、ここ。この変な渦巻き。我らの先遣隊が中央砦に突出している。まずは彼らとの連携回復を第一とする。とりあえず敵将を倒す。目の前の北砦と北東砦を落としましょう。進軍道を確保し、でここで戦っといてメーターを貯めておいた方がいいな。清正来た。よし、こっちは任せろ。足場に刻みつけろ。こっちは任せろって言ってるんだけど、こういう時やっぱ生身の人だといいよね。まあ NPC だからね。よし、戦士両方来ちゃってるな。まあいいや、こっちから回るか。なんとか倒したわ。もうこうなるわけよ。天下人だろうがなんだろうが抗ってやるわ。上等。よし、お前の反骨魂の輝き、超ソカメのバンド仲間を倒していくぞ。四国には女神がいるんだ。誰が相手でも女神。保証書のことか。おお、一部上昇しちゃったな。ちょっと嬉しいな。ありがとう。よし、あともうちょっと。ヤンキーが邪魔だな。当然敵も狙ってくるゆえ。で、注意せん。ヤンキーはきっとこのまま攻めてくかな。美女ちゃんには一般の恩があるしね。足場の船、どうしようかな。こっち行って、まあいいや、敵将を倒してった方がいいな。開門。柳生さんを倒せ。柳生さん後ろにいる。開門。あともうちょっと。よし、これで終わりだ。あの女がいる限り手を出せ。いた、柳生さん。ええ、彼女をどこかに。柳生さん、行くぜ。北砦などはいかがでしょう。なめんなよ。そんな食らわなかったな。あれ、今サッカー押したのに。という強さよ。剣を抜かさないでほしいんだがね。抜かす前に倒す。よし、オッケー。打ち取ったり。これでこのまま下の方に行って、ちょっと無理してた。美女ちゃんたちの本気に応えたかったね。美女ちゃんたち、今こそあの、この人倒したら多分門が開くかな。奴を崇拝する男たちの前で撃っては逆効果。北砦に誘い込み秘密裏に排除する。秘密裏に解除。知らずに消えれば男どもは戸惑う。よーし、倒した。保証書を北砦に誘導した後に撃破。適正の目くらまし役を買います。なるべく早く誘い込んでください。保証書どっから。上か。開門した。保証書どこだ。爆破する気でしょうか。ああ、ここら辺のなんか止めればなりません、ね、花びらが舞ってるやつは故障症がいることによって強化されてるのかな。さあ、こっちだ。撤退する。こっちだった。こっち、こっち。あなたに服を呼んであげるわ。嫌だわ、嫌だわ。さあ、あともうちょっと。俺を止められると思うな。来たか、来たかな。よーし、あとはこの人を倒すだけ。俺は魔性にはやられないぜ。清正をなめんなよ。奇襲するな。
このなめんなよネタを知ってる人はすごいな。多分私と同じドラマを見ていたんだな。このまま終わりたくないの。でここら辺はまあとりあえずいいとして、下かな。次は開門。多分ね下が開くかな。ようやく着いたわ。ようやく着いたわ。今から私も参戦するで。ここの扉が、この扉が開くはずなんだけどな。変更やたるぜ。ヤンキーはちょっとこっち、もう一個のドアの方行っとくか。俺たちの魂の叫びを、天下人の戦見せつけちゃるわ。俺ライブには興味ないんだよな。蹴りをつけるんじゃ。よし買い物した。あっち、なるほど。このまま秀長殿が危ない。とりあえず敵兵の排除。旗兵どこだ。もはや物量押しだ。旗兵いた、後ろにいたわ。とりあえず旗兵を倒していかないと、ここが強化されすぎて。ちょっとこっちか。いた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 。旗、俺が興味あるのは旗だけ。よし、ここ解除されたかな。そしたら向こうも解除しておこう。てか向こうにミッション出てるし。でとりあえずいた、旗旗旗をとりあえず倒す。イエーイ、うまうま。旗を倒してからのターゲットを倒していく。尋常に勝負いたせ。こんなものか。どっちから行こうかな。まっすぐ行こう、下行こう。下部屋。よし三角入った。よしこれで上だ。上に行ってこっちだ。てかここの敵将みんなビジュアル系じゃん。こんなものか。勝負にならんな。俺をなめんなよ。ここも旗いるな。旗いるけど、まあもう境界エリアは解除されてるから後回し。よーし入った。ネネも来た。おネネ様見てくださいましたか。俺の活躍、あともうちょっと。イエーイ倒した。清正をなめなよ。でこれで敵本陣行くぞ。あ、わらわちゃん、わらわちゃん出てきたな。わらわちゃんどこに出てくるかな。あそこか。よし上から行くぞ。少々引っかかるな。娘を撃て、その後敵本陣を包囲する。よし娘を撃つ。わらわちゃんを撃ちに行くぞ。発見。なんだ故障症。あら故障症なんか変わった。
ズブズの美女よーし。まさか思いで奇襲をしてくるとはな。秀吉様は何としても守り通せ。何？どこだ？あそこか。ちょっと遠いな。いや、しかし私の馬ならきっと間に合うはずだ。邪魔だ邪魔だ。それでこそわしの清正じゃ。清正を、清正を舐めんなよ。開門。開門どこが？あそこか。上名義成がこれにあり。したしたした。我が忠義、我が武勇。急げ急ぐんだ。魔性にやられちまう。俺たちの大将が魔性にやられちゃうよ。あそこやっと開門したか。よし間に合ったかな。いたいたいた。いざ勝負。なめんなよ。あともうちょっと。ガードすんじゃ。ガードすんじゃってなんだ。あともうちょっと。よし倒した。あこいつ倒しとこう。で馬に乗って。この程度の功は当然だ。反骨の魂とやらは見せつけたのよ。次はあなたの番。死なない程度に頑張って。よーしこのままどっち行こうかな。俺に戦えと叫んでいる。とりあえずガラシャがいたとこ戻るか。金開門した。拷問したな。勝負にならん。こっちから行って。すごいなんかすごい敵将集まってない？ここらへん。よし敵対象撃てた。あととりあえずここらへんの敵将を減らしておいて強化エリア解除しない。でも解除されてた。まあ、経験値稼ぎ。打ち取ったり。あと一発。よし倒した。もう一人いるな。あれ敵将どっか行っちゃった。大将が、大将移動してんのか。あれ移動してるな。勝負にならず。馬早く早く急いで。忍者やばいやばい。自分の大将のとこ行かれちゃう。これを止められると思うな。清正なめんなよ。俺の馬をなめんなよ。いた。待てビジュアル系。くらえ。おらー。まああんま食らわなかったけど、まあいいや。おらー。よしもうちょっとガード崩し。よし三角入った。かっこいい。打ち取ったり。これで終わりかな。四国はください。天下統一にまた一歩近づいた。おねね様、おねね様とのツーショット。さあ終わった終わった。
一人釣り。たく、朝から晩まで。いつまで俺の後ろに突っ立っておいでで。すまん、釣りの邪魔かと思ってな。後ろにいるだけで十分の邪魔ですよ。邪魔。あんたが険しい顔で睨んでるせいで魚も寄りつかない。俺の願いを聞いてくれ。友に忠告されたのだ。俺はどう思う。時に傲慢に見えるらしい。らしい。お前のような優れた者がそばにいればそんな誤解も少なくなるだろうと。俺にあんたの子守をしろと。六は二万石、俺と同等だ。なるほど。あんたは傲慢だ。六を積めば人の心を変えると思ってらっしゃる。だがあんたどこに立ってたんだ。三つ伝わりましたよ。ああそういうことか。これからは殿と呼ばせてもらいましょう。サコ、あんたいいやつだ。俺の願いも聞いてもらえますかね。今後釣りにお付き合いいただけるならその素敵な顔でお願いしますよ。キュンキュンキュンとしたな。多分3つ壁。四国を制覇し、あとは九州と関東。ついにできるな、俺たちの家が。言えなかったのか。家？行けるのか。でもさ、海から取られちまったか。なんだ今の動き。例え話だ。ヤンキー面白いな。星家殿が大黒柱、頑丈であったかくて絶対に壊れない家だ。清正ならば家康は何になる。奴は我らの家に必要なのか。ああ必要だ。家康殿は壁、家を守り諸大名に睨みを利かせる壁だ。その壁は本当に我らを守っているのか。我らを分断し動きを封じる忌まわしき壁ではないのか。おいおい二人ともなんか怖えよ。戦に勝った後ぐらい仲良くやろうぜな。そうそう聞いてくれよ。この間義継と話してよ。あいつマジでいいやつ。すごい目がキラキラしてる。三つ猿にもったいねえだぜ。もったいねえ。俺が幽霊とか言ってごめんなって謝ったら3年以内にたたってやろうか。だってマジ超ウケる。それって何気に怒ってないか。え、そうなの。バカか。ヤンキー面白いな。超ムードメーカーじゃん。